どうもこんにちは、たかしです。今日は元気にいきましょうぜ。はい、この動画はジャンプ最新話1094話のネタバレがありますので、まだ読まれてない方、アニメ派コミックな方々お気をつけください。昨日ですね、全体の考察感想と初見のリアクションね、この動画で上がってますので、よかったらそっちもね先に見ていただければ嬉しいです。さあ、この動画で話すこととしましては、やはりさ、男性さん激ヤバおじいちゃん。もうちょっと前にサボがマリージョアにいた時にね、あのサボでもまとめて相手したらもうまるで地獄のようなね、とにかくヤバい状況で、まあ五老星の能力ヤバいんだろうなと思ってましたよね。案の定ヤバい。ヤバすぎでしょこれ。とにかくマガマガしいオーラのようなね、謎の魔法人とか、もう姿も怖いし、ちょっとヤバいねものがね明らかになったので、それについて、サタン星についてですね、一本動画撮っていきたいと思います。はい、このチャンネルでは毎週ワンピースの最新話の動画撮ってます。ぜひ一緒に楽しんでいければ嬉しいです。チャンネル登録お願いします。そんじゃ行きましょい。さあ、サタン星の能力話していきましょう。昨日の動画でもですね、あのね、軽くは触れてると思うんですけど、改めてどんな形になってるかっていうのをちょっと整理しましょうか。まずサタン星が登場するときに魔法陣がボーンと出ましたよね。まあこれについてはまた後ほど触れますけど、まずこれがサタン星の能力の範疇なのかどうかってあたりもちょっと気になるところですよね。で、なんだかね、この魔法陣が出てきて、で、おそらくこれ五芒星ですよね。5つの星で、周りになんだか五角形のようなものがあって、円があって、で、なんだか数字の5がね、12345と5つね書いてある魔法陣がまず出ました。で、その中心からズズズズズズズとサタン星あの姿でバーン出てきましたよ。怖っ。何このデカデカ牛みたいな雲みたいなマガマガおじいちゃん。地上か、久しぶりだって言ってるけど、怖すぎるって。化け物ですもんね、マジで。でも見た目はね、牛のような大きい角がこうありまして、で、ヒゲもね、なんだか、モワモワしてますよね。なんだかミンク族がね、スーロン化した時みたいに、なんか毛の束がちょっとありつつの、ヒゲもね、普通のサタン星からちょっと変化した形の見た目になってます。で、体が大きく雲のようにね、胴体があって、で、そこに足が左右3本ずつ生えてますね。後ろ姿もね、明らかになりましたから。で、その足は先っぽが爪みたいになってます。で、かつなんだかこの渦みたいなメラメラオーラみたいな模様。で、腕は腕で生えていて、ただその腕のね、先の爪、伸びてますね。爪切り貸してあげたい。すんごい尖ってるから。で、なんだかね、杖もでかくなる感じですね。だから能力の影響を受けてないのか。まあ、服の一部なのかな。で、覚醒したルッチのように、後ろにメラメラと、羽衣。しかも色は黒ですね。完全にルッチの羽衣と同じ色をしてますね。で、そして、バリバリと、周りに覇王色まとってますね。これは登場する時の魔法陣からも、もうすでにバリバリ出てましたよね。なので、おそらくこれは覇王色の影響で、バリバリ出てそうですよね。なので、まあ、覇王色持ちなのかなと。まあ、そこは硬そうですよね。で、なんだか登場した瞬間に、なんだあれ怪物じゃねえかって言ってる海兵に向かって、ギンと、なんかここがなんかギンってなって、バカーと海兵一撃でなんかのしてますよね。これもまずちょっと気になるよね。状況的にはそんな形ですかね。じゃあ実際これが何の能力なのかって話ですよね。もう昨日の動画のね、コメントとか、あと僕もね、その昨日の動画の時点で、最初にやっぱ思ったのが、牛鬼ですよね。牛鬼。もう上半身が鬼だったり、まあ牛だったり。で、下半身がまあ雲のような妖怪ですよね、日本の。なので、おそらくね、まあ牛鬼の能力なのかなと。で、そうなると、まあこれがね、人なのか、雲なのか、牛なのか、そのあたりっていうのはちょっとまだまだね、わからない段階だと思うんですけど、もし彼に呼ぶんだとしたら、人の実幻獣種モデル牛鬼か、雲の実幻獣種モデル牛鬼、牛の実幻獣種モデル牛鬼っていう形ですよね。まあそれがやっぱ最初に浮かんだし、やっぱコメントでもね、いただいてたと思うんですよ。で、あとコメントでいただいてたのが、あ、そういう妖怪もいるんだっていうのが、土蜘蛛っていう妖怪ですよね。土蜘蛛。で、これまあ厳密に言うと、牛鬼、牛鬼とは別らしいんですけど、なんかね、話によってはこれが同じだったり、ちょっと若干別に違ったりってするらしいんですよね。まあでも大きく見たら一緒なのかなっていう印象を、ちょっと妖怪にわかからすると、ちょっと思ったんですよね。まあ牛鬼だったり、土蜘蛛だったり、そういう呼ばれ方をしてるのが、まあこういった見た目の妖怪。みたいな、ちょっとざっくり大きく見ると、そういう形なのかなってね、コメント欄でいただいてたのとかでちょっと感じたんですけど、でもこれが確かに土蜘蛛だったら、もうめちゃめちゃバッチシですよね。だって五老星って、みんな地球を除いた水、金、火、木、土の惑星のね、太陽系の惑星の名前がついてたじゃないですか。今回話してるのが、ジェイ・ガルシア・サターン星。で、他には、マーカス・マーズ星、トップマン・ウォーキュリー星、イーザン・バロン・V・ナス・ジュロー星、シェパード・ジューピーター星。この5人ですよね。で、これらの名前がやはり、サターン、土星、マーズ、火星、ウォーキュリー、おそらくマーキュリーですよね、水星、ヴィーナス、ジュロー、ヴィーナス、金星、ジューピーター、ジュピター、
木星ですよね。なのでそういった太陽系の地球以外の惑星の名前がキャラの名前にね当てはめられてるっていうところを考えると、サタン星は土星ですから土ですよね。ってなるとこの土雲っていうワードがぴったりハマりますっていう、おもろって思いましたね。なんかそれっぽいですよね。実質だからね、まあ牛気とか土雲のくくりではあるんですけど、確かに土雲って呼んだ方がサタン星にはぴったりですもんね。で、牛鬼っていうものがどういったものなのか、一応ね、ウィキペディアの方でちょっと引用させてもらうと、牛鬼、牛鬼は西日本に伝わる妖怪。主に海岸に現れ、浜辺を歩く人間を襲うとされている。怖っ。めちゃ怖いやん。で、各地で伝承があり、その大半は非常に残忍、獰猛な性格で、毒を吐き、人を食い殺すことを好むと伝えられている。怖っ。ただし、その中には一部には悪霊を払う神の化身とも扱われる存在もいるらしいですね。で、伝承では頭が牛で首から下は鬼の胴体を持つ。あ、だからやっぱ物によって違うんですね、だからね。またはその逆に頭が鬼で胴体は牛の場合もあると。なるほど、なるほど。で、ちょっと後半ね、ウィキペディアの本を読むと、土雲という名で記され、牛鬼と区別されている例もいくつか見られると。なので、まあ、土雲と一緒だったり違ったりっていう例があるらしいですね、やはり。で、コメント欄でいただいてたのが、ゲゲゲの鬼太郎で出てくる牛鬼がいるらしいんですよ、牛鬼が。それめっちゃ強いらしいんですよね。なんかそのコメントで教えていただいたんですけど、なんかもう不死身、マジでなんかもう寿命とかも取らないみたいな。なんかとにかくやばいやつらしいんですよね。もうラスボスクラスで、鬼太郎も倒せなかった敵らしいんですよね。まあ、和田先生もね、いろいろ、例えばトムとジェリーからギアフィフスのね、デザインをね、まあ、影響されたりだとか、鉄腕アトムっぽいね、感じがこのエッグヘッドでね、出てたりする中で、まあ、いろいろそういったとこからね、もしかすると影響ね、受けられて、こう、落とし込まれてる可能性もありますもんね。なので、もし仮に牛鬼、まあ、土雲だった場合、まあ、あれか、ちょっとパッと思いついたのは、牛鬼丸か。響きで言うとね、鬼丸ですよね。鬼丸と牛丸が下月で出てきましたから、今回もね、一番最初のイラストが、まあ、下月家の牛丸とか、まあ、龍馬とか、そのあたりが出てましたもんね。で、それと同じ響きの牛鬼丸の牛鬼が、今回このサタン星が実は出てきたタイミングで重なって、この扉絵だよっていうパターンも、もしかしたらなきにしもあらずかもしれませんね。あとは、ゾロの牛鬼夕爪か。ゾロもね、牛鬼夕爪って技ありますもんね。これもほんとそのまま牛の鬼っていう字使いますもんね。あ、だから下月がなんか、牛鬼。なんか関係してんのかな。だからこそ今回扉絵下月だったのかな。まあ、たまたまだと思いますけどね。なんかちょっともし、なんか辿ろうと思うと、牛鬼丸もそうだし、ゾロの技も牛鬼だし、もしかしたら何かあるかも。っていうのがね、まあ、牛鬼関連の話ですね。で、まあ、今回のこのサタン星では他に気になることとして、まず羽衣はね、まあ、覚醒で間違いないでしょう。で、多分この黒いバリバリも、まあ、覇王色で間違いないでしょう。で、あとは見た目のこれが人獣型なのかどうか。ゾーン系の能力者であることはね、まあ、おそらく重々白々そうだと思うので、これが人獣型なのか、獣型、はたまた人型、あるいは、ブラックマリアみたいに変形点を操作してね、下が雲で上が人間っていう操作のパターンもあるじゃないですか。あれは薬でね、変形点でちょっと変えられるって SBS もありましたから、そういった形で何かね、その変身の形態を変えてる可能性ももちろんありますよね。で、プラスでやっぱり大きいこととしては、魔法人ですよ。魔法人が出てきてそこから登場した。じゃあこの魔法人も能力のうちなのってとこがやっぱ気になりますよね。で、あとプラスで目がギンって言って海兵をボンと飛ばしたあの技、あれも能力なのかどうなのか、そのあたり気になりますよね。ちょっと一つずついきますと、やはりこのサタン星が登場した時の魔法人ですよ。これ何？何これ？これもこの土雲とかその牛鬼の能力なのかどうかですよね。これがね、やっぱりその魔法人っていうのはどっちかって言ったらその西洋の感じじゃないですか。それがこの五老星が使って出てきているので、なんだかちょっとこの魔法人と土雲っていうのは別なのかなって個人的には印象を受けたんですよね。改めてちょっと一日経って。で、まあこの魔法人といえば、やはりブルックですよね。気になることとしては。まあブルックというよりは正確にはハラヘッダーニャが。54巻ですね。クマによってムゲルの一味がこう飛ばされた先で、ブルックが一番最初に行った島ですね。グランドライン、ナマクラ島、ハラヘッターニャ。で、この国は貧困の国だと。で、そこに飛ばされて、で、この人たちっていうのは、まあ、サタンを呼ぼうとしたわけですよね。サタン様、サタン様って言って。で、そのサタン様を召喚して、その力を使って、因縁のテナガ族に、まあ、復讐しようとしてたわけですよね、この人たち。で、この人たちのセリフちょっと読むと、本当に、クロモ術で召喚できた。なんという恐ろしい姿。明らかにこの世のものではない。我々の望みは叶うのだ。奴らに復讐を！つってね、いや、ブルックの姿を見て、ブルックがまあサタン様に見えたわけですよ。で、その時に、このハラヘッダーニャの人たちが行ってたのが、まあ、黒魔術を使った魔法人ですよね。で、まあ、この時には魔法人っていうワード自体は出てないんですけど、まあまあ、黒魔術っていうものも使ってるし、あと実際に、これ魔法人も書いてますもんね、床に。で、この魔法人をよく見ると、これ、八芒星ってやつですよね。角が8個ある。1、2、3、4、5、6、7、8個。
まあそういったものを描いていて、サタン様を呼ぼうとしていたってわけですよね。だからここっていうのがやはり今回の魔法人と、あとサタン星のサタンっていうワードがやっぱ繋がりますもんね。そして黒魔術っていうワード、そして今回の魔法人というワード。もしかするとこのハラヘッターニャにはね、何かそのサタン星との関わりがあるね、国だった可能性は十分ありますよね。まあ例えばですけど、もともとサタン星っていうか、その能力、サタン星が今持っている能力は、まあここ出身というか、この国が発祥の地みたいなね。もちろんわかんないですよ。妄想ですけど。やはり気になるワードですよね、ここね。まあ悪魔とかサタンとか、悪魔王サタンってね、呼んでますしね、サタンのことを。ただ実際にはただただパンツが見たい骸骨なんですけどね、ここに呼んでしまったのは。全然サタンでもなんでもない。ただのエロ骸骨。残念でした、アラヘタの方々。まあ結果的には救われたんだけどね。結果的には良かったんですけど。まあそういったものがね、本編でもありましたよね。で、今回のこのサタン星が出てきた魔法陣を見ると、これ五芒星ってやつですよね。五つの星。まあ普通に我々がこう一筆書きでよく書くこの星ですよ。まあ五角形の星。まあわかりやすく言うと五角形の星。五個この頂点がある星ですよね。で、これは五芒星っていう星ですよね。呼び方的には。だからこれは能力なのかどうかなんだよな。なんか土蜘蛛なんか妖怪っぽくはないじゃないですか。で、かつやっぱこれに、このサークルの中に五って書いてあるんですよね。これだって五老星、あなたのみ、サタン星のみが五を許された方。しかも五が五個。なんかこの魔法陣自体はなんか五老星全員に当てはまりそうでもありますよね。なんとなくですけど。なんか全員がそういったものを使える能力なんですかね。なんかサタン星だけがこの五を背負っている感じが、なんかやっぱりちょっと違うのかな、どうなのかなっていうところでやっぱちょっと印象を受けましたよね。まあただこの五芒星という響きが、やはり五老星にめっちゃ似てますもんね。まあ五老星ってそもそもなんで星なんだろうと思ったら、名前もまず星だし、あと今回のこの魔法陣も星だし。だからやっぱ五老星の星が、普通のホニャララ星とかが天竜人につく、あの聖なるの星じゃなくて、やっぱ星っていうのは、なんだかやっぱ重要な要素がより一層ありそうで、今回のこの五芒星を使ったことにもなんか繋がってきそうですよね。やっぱ星のワードが。なんか重要なんだろうな、より。で、ここでちょっと五芒星についてね、僕調べたんですよ。これ調べると、まあもちろんそのね、星のマークなんですけど、ちょっと面白い文章が見つかって、ウィキペディアですけど、まあやはりいろいろね、世界中でこの星のマークが使われてきました。で、世界中で魔術の記号とされ、主語に用いることもあれば、サタニズムに見られるように、上下を逆向きにして悪魔の象徴とすることもあるらしいんですよ。悪魔の象徴として捉える際にはデビルスターと呼ばれることもある。らしいんですよね。だから通常の向きの上がとんがってるパターンの星のマークだったら普通のね、まあいろいろ聖なる意味があったりするらしいんですけど、要は逆向き、まあ広角パターン、ちょっと書けない。どうやって、この星が逆向きになると、サタニズム、要はまあ悪魔の信仰ですよね。悪魔主義、サタン主義っていう意味になるらしいんですよ。これめっちゃおもろいですよね。今回のこの五老星のこの魔法陣の角度によっては、これ全然その逆向きじゃないですか、これって。で、これってまあ悪魔じゃないですか、この人たち、見た目が。なんかもしかするとやっぱこの星のマークはすごい意味がより一層なんか深まりそうな気配がしてます、個人的に。まだまだね、今週ちょっと読んだ段階なんで、まだもちろんこれはあくまでその星の話、ワンピースの登場した設定ではないですけど、なんだかその五芒星にまつわる意味があったりするので、なんか秘密がありそうですね。より一層この星と5という数字に関して。で、もしかしたら他の人がね、この5じゃなくて番号が違う可能性もありますもんね。マーズ星が例えば4とか、ボーキル星3とかね、なんか当てはまってるとか、まあ可能性としてはありそうですもんね、それもね。なので他の五芒星が他の数字で、おのおのも魔法陣出せて、みたいな。っていうのは、小田先生が、レッド、フィルムレッドですね、の副音声で、要は悪魔の実とかみたいに、その不思議なもの、魔王のような存在は、設定上であるはあるっておっしゃってましたもんね。なので、そういったものがこの五老星の存在になってる可能性は十分高いですし、それがこの魔法陣と繋がっているっていうパターン。まあ、要は映画で言うトットムジカですよね。不思議な、まあ、魔王という存在があったじゃないですか。まあ、能力とはまた別の存在というか、そういったものをこう、うまく使ってるのがこの五老星で、それがこの魔法陣で、みたいな。なんとなくそういった妄想は、ちょっと繋がりそうではありますよね。で、あと星のマークで言うと、マリージョの部屋ですよね。五老星の部屋の壁。あれも確か星のマークありましたよね。あれでも八芒星かな？うん、八芒星ですね。なのでこのマークはさっきのハラヘッターニャのマークと一緒ですね。この魔法陣みたいなマーク自体は。まあ少なくとも、でもこの五老星がなんか魔法のような、魔王のような存在となんか繋がりがあったりするのかなっていうのがちょっと今回やっぱ思いましたね。フィルムレッドの小田さんの副音声しかり。で、あとはやっぱこの海兵への攻撃ですよね。これ何？ギュンって言ってなんか目がさ、なんか目がギュンってなんか何これ？餅？ここだけもちもち？なんかこれ、片栗の餅みたいな、ミヨンってなって、バカってなってますもんね。これ何？なんか見えない攻撃なんですかね。まあね、おそらく幻獣種だろうから、なんかこういった特殊な力がね、おそらく使えてもおかしくはないかなとは思うんですけど、でもなんかまあ物理的にね、なんかバカってなってますもんね。これなんか無謀すぎんだけど、これね、頭が結構やられちゃってんの、これバーンって。どういう能力それ？
まあ普通にね、例えばですけど、まあ目から何かこう、一瞬で見えない物理的に何かを飛ばしているっていうパターンもありますし、なんかもうギュンってやっただけで、ドーンって攻撃食らうみたいな。まあ念力みたいなね。念みたいな。そういったものがこの能力自体。まあおそらく幻獣種ですから、まあそこに備わってるって可能性もありますし。で、まあパターンとしてはあの、牛雲だったとしたら、牛雲ってあの、毒を吐くっていうのがね、そういった妖怪らしいので、まあ見えない速度でこう、目からバッて、まんべってね。だから結果物理的になんですけど、毒を吐いてダーンって一瞬でこう溶かすみたいな。そういったこともありえそうですね。なんか液体っぽいもんね、なんか目からこうギュンってなってんのが。うん、でもなんかね、ただの毒って感じもなんかしないんだよな。なんか結構なんかまがまがしいというか、なんか不思議な特殊な力でありそうですよね。なんか普通の毒っていう余暇は。なのでこれもちょっとね、来週もし戦ったりするのだ、明らかになりそうですもんね。このあたりですかね、ちょっとサタン戦については。うん。で、あとちょっと思ったこととしては、また別件の話なんですけど、今回ギアフィフス状態のルピーを見たときに、ニカって言って、そのニカというね、ものをこの見て、自分の中で何か感じてるわけですよね。なんかここがちょっとなんか意味もありそうな感じもするんですよね。まあ、五老星自体がちょっと何年生きてるか、そのあたりっていうのはまだちょっとわかんないじゃないですか。少なくとも、イムはね、なんとなくその800年ぐらい生きてそうなわけですよ。800年前の20人の王のうち一人に、ネロナ・イムっていう名前があったと、ユアンコもね、言ってましたもんね。なので、おそらくイムはね、多分不老手術なのか、何か、そういった術を使って、まあ、800年生きてると。ただ、五老星に関してはちょっとわかんないんですよね、まだね。ただでも、我々にとっても伝説だ、みたいなね。その、何百年も生きてなさそうなセリフがちょいちょい今のところあるんですよね、五老星。なので、ちょっとまだそのあたりって微妙なラインなんですけど、もし仮に五老星も、まあ、800年生きてたとしたら、800年前って、ちょうど空白の100年が明けた年、世界政府が発足した年なので、その時に、ある王国、要は D の王国ですよね。滅んでますよね。で、そのニカの能力っていうのが、先代の能力者がジョイボーイですもんね。なので、少なくとも、イムは多分ジョイボーイ、つまりニカの能力と多分戦ってそうですよね。で、もし五老星もこの800年生きてるんだとしたら、五老星も多分、当時のジョイボーイが覚醒した時のニカを多分見てるんですよね。ただまだそのあたりっていうのもちょっとわかんないんですけど、五老星もなんだかそのニカについて直接見てるのか、はたまた800年前はね、少なくとも生きてないんだけど、やっぱりその姿を知ってるっていう以上、何かまだ、その五老星とそのニカの間に何か秘密はありそうですよね、謎が。ルフィの姿を見てもニカってすぐ分かってるもんね。まあこれっていうのがね、まあ今は知ってるだろうから間違いなく。ジョイボーイとね、多分戦ってるであろうから。ジョイボーイの時に覚醒してたから、まあそういったやつがいたよーんってね、あの意味がね、いたよーんって、何に近いいたよーんって言ってるパターンもあるんで、まあ口頭で聞いてるから、まあルフィの姿を見て、ニカってね、すぐ分かったのか。まあ手配書とかでもね、もちろん見てはいるんでしょうけど、なんだかやっぱ直接的にこのニカ状態のルフィを見た時に、ニカって感じてるやっぱ五老星が何か秘密がまだありそうですよね。キザルとかさ、シャンクスは、これがって言ってたんですよ。だから人から聞いてた人は、ルフィを見た時に、これがっていうリアクションだったんですよね。まあこれがあの、例の、みたいな感じなんですよね。ただこのサタン星に関してはもうニカって直接的に言ってるんで、まあ仮に800年サタン星も生きてたとしたら、もう因縁の相手ですよね。いよいよ。だからこその今回のこのリアクションだったっていうパターンもありますもんね。だからね、今後多分五老星のこの正体がいろいろ分かってきた時に、このコマ結構重要にはやっぱなりそうですよね。はい、今日はそんな感じでございました。ちょっと五老星絡みですね。一本取りました。いやー、ちょっと気になることめっちゃ多いですね。最後さ、だってさ、ボニーがこの刺したのこの効いてんのかさ、ちょっとどうかもわかんないじゃないですか。なんか効かなそうだしね、普通に。でもそもそもこの刀が効くんだとかね、いろんな疑問もありますけど。ちょっとまあ来週ですね。来週こっから続くのか。いや、ちょっと楽しみです。はい、また明日ね、ちょっと最新話の別の話ね、いろいろしていきたいと思いますので、ぜひね、チャンネル登録してそれも見てください。お願いします。あと、高評価、いつもありがとうございます。今日もよかったら高評価お願いしまーす。はい、今日ここまでです。最後まで見てくれてありがとう。次も見てください。よし、楽しもう。またねー。もうこのボニーの一撃で倒せてますように、絶対倒せてないだろうけど、楽しみです、来週。前向いて、ワンツースリー、フォーアッテ、ワンツースリー、全力で、まっすぐに、自由求め、思いのまま、ワンツースリー、進んでいけ、ワンツースリー、全力で、